はいはい了解。誰からだったんだ？うぶ主からで、質問返答するんだってさ。つまり質問が読まれた人にはキュウリをプレゼントすると？何がどこでどうなってそうなったの？カタペロ。あ、じゃあ質問返答していきますか。あ、やっぱオープニングの下りはスルーするのな。てへペロ。じゃ、早速質問返答始めるか。あ、ちなみにキュウリは当たりません。あ、はい、ですよねー。ではスタートです。うぶ主はもしかしてキュウリそのものだったりするんですか？トップの質問これかよ。むしろどう思いますか？質問を質問で返すなよ。むしろみんなキュウリだと思うよ。いや、それどういうこったよ。まあ、半分が水分ってところは似てますけど。カタペロ。たい焼きはどこから食べますか？それともミキサーにでもかけてどこがどの部位だかわからなくする派ですか？ミキサーって忍者ですかね？いや、気にするところそこじゃねえよ。自分は頭から食べますね。ソウレイさんの実況メンバーで一番カオスになる4人組を挙げてください。サナエ、ニトリ、オグ、ユユコ様。あ、うん、なんとなくわかる気がするぜ。ウプ主は食事は和、洋、中のどれが好きですか？また、い、中では和と洋どちらが好きですか？食事といえば和がいいですね。服はどっちでもいいです。私は中華好きだけどな。自分は和食ですかね。ソウレイさんの好きなテイルズシリーズは何ですか？また、やったことのあるタイトルを教えてください。この質問は複数の方からいただきましたね。好きなのはベスペリアとシンフォニアですね。最近の2作品と DS の以外はやったことありますよ。 PSP のレディアントマイソロジーもやってたぜ。スマホゲーのテイルズオブリンクもちょこちょこやってますよね。今までで一番編集時間が長かったのは何時間くらいですか？2週間かかった動画でも16時間ぐらい。初恋は何歳ですか？今好きな人はいますか？小学2年の時。今はいないっす。これまでやってきたロールプレイングゲームの中で一番面白かったものは？いろいろあるけど、今は聖剣伝説3ですかね。ビーストケビンが好きでしたね。前回は見るために組み合わせ変えて何回もやったよな。今後のことが一つだけ知ることができるとしたら、何を知りたいですか？聖剣伝説3はバーチャルコンソールされるのかどうか。スーファミは内蔵の電池がヤバいですからね。電池切れるとセーブデータ飛ぶんだよな。RPG 系統以外で得意なゲームジャンルは何ですか？レイトンなどの謎解き系は得意ですよ。夏の料理で好きなものは何ですか？ザルそばとか好きですね。夏と言ったらホラーですね。自分に起こった怪奇現象はありますか？右腕がなくなる夢を見たこととか。え、何？塩撒いた方がいい？いや、起きたら右腕の血流が寝相で止まってただけだから。それに今博多の塩しかありませんから。それなんか急に呪霊がクッキング感出てない？てへペロ。ソウレイさんのお気に入りの顔文字は何ですか？これとかこれとかこれ。ウプ主のツイッターでよく見るやつだな。東方旧作で好きな原曲は何ですか？自分もストロベリークライシスが好きですね。学生時代では部活動は何をしていたんですか？帰宅部してました。ルナサと演奏したい楽器は何ですか？弦楽器で二重奏とかいいですね。あれ？なんか楽器できましたっけ？何もできませんけど。あ、やっぱり？今までのマリパシリーズで一番お気に入りのメンバーを教えてください。言っても3通りしかないけどな。初期のコウマカン組も好きだけど、やっぱレイマリレミフラかな。ちなみにもう一組はデカスロンの4人ですね。あとは次のマリパ組だね。筋肉モリモリマッチョマンの変態だですか？お前はどう思うんだ？まあまあまあ、マリちゃんは可愛いと思います。むしろ筋肉モリモリマッチョマンの変態だ。でも私は許せるわ。あ、ノーコメント OK スルーです。しょぼーん。弾幕を出せるとしたら誰と弾幕ごっこしたいですか？フランですかね。なかなかチャレンジャーですね。マリサと揉み合っている最中にマリサを押し倒すような格好になり、そこはリストパチュリーに目撃された。次の瞬間何が起こる？1、マリサにプチられる。2、私にプチられる。3、パッチェに辛く。4、全員にボコられる。5、逃げるんだよー。5番でお願いします。しかし回り込まれてしまった。猫さーん。いやちょっとなんかおまけ挟みますか？そうだな、なんかあったっけ？あ、主さんはヨーヨームの幽霊楽団とかエイズカの幽霊楽団どっちが好きですか？あと、マリオ以外のゲームはしないのですか？という質問をいただいたので、それ関係の画質テストをしたいと思います。なるほど、ちなみにヨーヨーム派らしいぜ。ではこちらの映像をどうぞ。君もキュウリをあがめあけ。すいません、流す映像間違えました。いや、今の映像なんだよ。今日、不協用なのか？あ、というわけで PS3 の画質テストです。どうぞ。え、あ、うん、ちなみにゲームはボーダーランズとフォークスソウルだぜ。というわけでやってきました、白霊霊夢探検隊です。イエーイ。なんか急に始まった。急じゃないよ、だって撮影したの2年前だもん。めっさ古いじゃないですか。やだ。隊長、ちなみに目的は何ですか？あ、探検隊設定、律儀に守るんですね。実はこのトラッシュコースト、二巨大生物がなんちゃらかんちゃら。隊長なのに把握しきれてないじゃないですか。フロム記憶が2年前。そうでした。あ、ちなみにこのゲームゼロが D なんでよろしく。あ、もしダメだったら終わる頃まで飛ばしてください。守るか守らないかは君次第だ。いや、そこは守らせましょうよ。ですよねー。というか敵らしいのが一切出てこないんだけど。その前にこれどういうゲームなんですか？アクション RPG と FPS の融合が売りのロールプレイングシューターだね。惑星パンドラが舞台だね。物資がないと見限られてポイ捨てされた惑星だね。あ、なんとなく私が呼ばれた理由察しました。でもなんかボルトとかいうのが見つかって賞金稼ぎが訪れるようになったとか。まあ、主人公もその一人だからね。ちなみにクラスはソルジャーだね。あ、クラスが複数あるんですね。ソルジャー、セイレイン、ハンター、バーサーカーだね。各クラスの特徴は
ウィキ見てきて。ここに来て丸投げですか？てへぺろ。まあテスト動画でそんな説明したくないよね。なんかめたい。というか敵と戦わずして結構経ったんですけど。うん、体調もないし冷や汗だわ。そろそろ巨大生物と出会わなければやばいですよ。確かこの近くにいるはずなんだけど。ちなみにその敵は強いんですか？いやこのキャラなら余裕かな。あ、そうなんですか。まあ、確かこのキャラ最後のクエスト手前だし。そもそも相手、レベル28だし。あ、自分はレベル35ですか。7レベ買ってたら多分余裕やで。あ、いたね。あ、見つけましたか。じゃ、適当に相手しますか。じゃあ目っぽいのが弱点だからライフルで狙ってよ。え？私サブマシンガンかショットガン派なんだけど。あ、やっぱり色々銃の種類あるんですね。クラスによって得意な銃が違うよ。スキル次第ってだけでどのクラスでもある程度使えるけどね。へぇ、そうなのか。というかこの距離でスナイパーライフルって変じゃない？え、私はゼロ距離でも使うけど。それスナイパーの意味って何なんですかね。てへぺろ。もうこれショットガンとか使う方が早いんですが。いやライフルで4箇所撃ってからにしてよ。あ、はい、了解しました。なんか真の隊長が誰なのか今わかった気がします。はははしょうがない、なんとか狙ってみよう。行っても3箇所は撃ててるやん。まあこの距離ならという説もありますが。ですよねー。あ、スタンバイスタンバイ。ビューティフォー。まあこの距離ならという説もいかやく。あ、ですよねー。んじゃ、そろそろ次のテストに移りますか。次は前に新実況枠でドンキーとテッタフォークスソウルだね。まあ今回は最初の触りしか取ってませんけどね。んじゃ次の人たちへバトンタッチだね。オスオス。ではまたいずれお会いしましょう。はい、なんかバトンタッチされたパチュリーです。能力アップ受け継いだのか。いやそれポケモン。というか何このメンバーは。さっきはこれが新実況で選ばれてたらレギュラーだった名残だね。あ、そうだったんですか。てかいちいち説明出るってことは本当に最初だな。そうね、確かプロローグ段階だからね。で、川代がいる理由は。フロムただの耳明かしですけど。うん、想像通りだったわ。というかこのゲーム懐かしいね。2007年のゲームだからな。もうそんな経ってるのね。このゲーム面白かったよね。確かもう一度遊びたいから候補に入れたんだよな。どうせ遊ぶなら撮影しちゃおう精神ね。まあ結果ドンキーとロフリになったんですけどね。その結果今も遊べてないからな。急に物悲しい感じになったわね。ちなみにこれも2年前です。この井戸吸収も面白いシステムだったわね。吸収した回数種類で井戸が育っていくからね。主人公変わったら井戸の種類も変わるよな。今操作してるキーツとエレンのことね。キーツは覚醒できてエレンはいろいろな効果のある霊を装備できるんだよね。今思えば覚醒できるってよくわかんないわね。ちなみに覚醒したらこんなになります。ますますわかんないわね。ちなみにストーリーは今回のタッチで。まあテスト動画で説明はいかやく。これ井戸吸収するのにコントローラー突き上げなきゃいけないのよね。ちょっと上げるだけでいいけどね。でも大きいやつ吸うときなんかすごい上げちゃうよな。わかる。腕が疲れてきた。始まって2分も経ってないんだけど。え？でも今吸収できてるじゃん。今は腕の精錬を利用して引き上げてるからね。なんかすみません。そもそも今の姿そこまでよ。カパペロ。あ、カルマ解放されたね。これがさっき言ってた井戸吸収による成長ね。全部完璧に育てるには結構時間かかったよな。そもそも出現条件がついてるフォークスもいたような。あ、そこは面倒だったよな。ちなみにフォークスっていうのは異界の住人。今戦ってる奴らを指すわ。フォークスの井戸、フォークスの魂でフォークスソウルかな。ちなみにパチュリーがレギュラー予定だったのはなんかそれっぽいからだったな。過去一番カスカスな理由ね。ちなみにマリサもレギュラー予定だったけどね。フォークスマスターに、私はなる。っていう感じでパチュリーが頑張る予定だったのさ。られた。ちなみにエレンザパッチ、キーツはアリスで進める予定だったり。なんか話してたら面白そうな気がしてきた。え、二人とも何か言った？いや、ワンチャン超不正不更新で始めてもいいかなー的な。あ、そう、それでもいいから私はやりたいわね。それはマリラグセンサー的なことで。いや、単に私、本このチャンネルで出番が少ないし、レギュラーないし、腕は痙攣してるし。カッパなんかすみません。だから半年に一回でも出番が来るならバンバン剤なのよ。どれか一つシリーズ終われば可能性は高いけどね。いろんなゲームを順番で編集してた方が飽きなくていいからな。ま、それを待ちつつそろそろ質問返答に戻るわね。じゃカッパバイバイ。あ、スタジオにお返ししまーす。はい、では質問返答後半戦いきますか。あ、ウプ主は復活したわけ？キュウリ崇めてる段階で復活してましたよ。マジか。マジでマジで。マジかよ。では後半戦スタートしますね。ニトリ的にズッキーニはどんな存在？またキュウリスタートかよ。キュウリーズスタートダッシュ。あ、ズッキーニはウリかカボチャ族。どっちかというとカボチャの仲間なのさ。まあ同じウリだからいいけどな。あ、そうなんですか。かき氷には何味のシロップをかけますか？自分はブルーハワイが好きでしたね。チョコレートは何派ですか？チョコレート効果の 72% 派です。コーラは固体のとペプイのどっちがいいですか？どっちかというと固体方ですね。ポケモン派ですか？モンハン派ですか？それともスマブラ派ですか？遊んだ合計時間的にはポケモン派ですね。ウサギをモフモフしたいと言っていましたが、モフモフするなら低カレー戦のどちらですか？うどん湯の方がいいですね。東方キャラの能力で使ってみたい能力とかありますか？できればその能力でやりたいことも教えてください。パチュリーの魔法を使う程度の能力で、属性の組み合わせ考えてたいですね。もしも東方キャラの誰かと結婚できるなら誰と結婚したいですか？アキューだったら平穏無事に過ごせそうです。
ですね。あ、そういう理由なのね。まあ、なんとなくわかりますけどね。うぶ主にとってパンはパンでも食べられないパンって何ですか？パンデモニウムとかですかね。私は銀玉の方を思いついたわ。私はパンシロンでしたね。いや、それ一応食べられるから。あ、ですよね。うぶ主さんはマリパどんぐらい持ってますか？持ってる中で何が一番好きですか？好きなコース、好きなキャラも教えてください。これ、前も答えてなかったか？9と 3DS の以外は持ってますよ。4が一番好きですね。ボードは7の55マウンテンとか、キャラはヨッシー、テレサが好きです。まだ9、変えてないんですね。ははは。マリオカートとゼロ以外にもWiiのカセットありますか？前にツイッターにあげたけど持ってるWiiUのソフトはこんな感じ。Wiiのソフトは割と多いから割愛だな。ニトリからキュウリを取ったらニトリはどうなるのですか？カッパちょっと何言ってるかわからない。あ、引き分けが悪くなるようです。そのようですね。魔女の家、イブはやりませんか？今のところは予定にないですね。ウプ主さんはポテチのお寿司を派かのり塩派かコンソメ派どれですか？うす塩派ですね。ウプ主さんはファンタグレープ派？ファンタオレンジ派？別の味派？それともコーラ派？ファンタグレープ派ですね。イカにはわさびですか？からしですか？キュウリですか？醤油だけで十分ですね。それとキュウリですね、わかりました。あ、はい。うぶ主さんは東方の好きなキャラは誰ですか？ 1 位から10位まで答えてください。この質問も前に答えてたような気がするけど、前と現在では変わってるかもしれませんよ。ああ、そういうことね。現在はこんな感じですね。1位はまあ不動だよな。動画に出したら愛着が湧くせいで好きなキャラは多いそうですよ。妹にするならチェンですか？フランですか？小石ですか？それともリリカですか？チェンと小石ですかね。うぶ主さんはプリズムリバーの誰が一番好きですか？できれば理由もお願いします。レイラを含めてですね。つってもさっき答えてたけどな。やっぱルナサですね。理由はビビッときたから。キュウリのライバルってなんだと思いますか？そうだな、水分量的に水ナスやトマトがライバルかもな。また自分で呼んで自分で返し始めたか。カッパペロ。ニトリさんは好きなキュウリは苦ウリですか？ズッキーニですか？冬瓜ですか？またキュウリかよ。これは好きなウリカワってことかな。ウリカならカッパなんでも OK。 あ、やっぱりキュウリの泡漬け美味しいよね。食べたことある？食べたことあるぞ。ちなみにズッキーニのもうまいぞ。浅漬けとどう違うんだ？どうなんでしょうね。はい、キュウリに乗っ取られたところで今回はこれで終わりたいと思います。キュウリのツルが絡まったってことか。いや、それどういうこったよ。カッパペロ。はい、ではご視聴ありがとうございました。じゃあ、またな。カッパバイバイ。ではでは。